はい、どうもゆうすけです。本日はデスマスのリサーチイベントということでやっていきたいと思います。デスマスなんですけども、普通のデスマスの色違いは僕は持っていますね。ただガラルのデスマス、こちらに関しては色違いは持っていないです。なので本日はガラルデスマスの色違いが取れればそれで終了でございます。 PVP 用の答えはね、まあ、通常のデスマスはスーパーリーグ4位と、それからハイパーリーグの3位がいますね。ガラルに関してもハイパーリーグ3位はいますね。そして 100% もいるのと、スーパーリーグはね135位とそこまで厳選できていないんですけども、でもタスクさんはね個体値、最低個体値10なので PVP 厳選はちょっとできないので、ハイパーリーグだとこれぐらいか、ハイパーリーグだとちょっとタスクさんでもこう3位とかね、それぐらいの個体値狙えるんですけども、ちょっとスーパーリーグはね、まあ、きついということなので、まあ今日は単純に色違いのみですね。そして本日もありがたいことにフレンドさんから有料のタイムチャレンジいただきました。本当にありがとうございます。いや280円ね、決して安くない金額だと思うので、いや本当にありがとうございます。励みになります。有料タイムチャレンジの内容はこれは前回のあのだけ投げつけ猿とかやりゆうたの時と同じですね。フィードリサーチタスクを15回完了が2セットですね。これそれぞれ通常のデスマスとガラルのデスマスといった感じですね。で最後もポケモンがもらえるので、まあ合計これ16連 ×2 で32連チャンスがあると。なので本日もフィードリサーチタスク15回を完了してこれを開けていくという感じでやっていきたいと思います。では早速ポケストップの方ですね。あ、ちょっとタスク捨ててなかった。これ捨てないと、あーもうやっちまうとこでした。強化するがあるのか、ちょっとめんどくさいな。でもとりあえずこれまずクリアします。泣く泣くこの子 CP10 の子強化していきます。ではこれで、ね、3つ終わりましたので、ファーストチャンスということで開けていきたいと思います。てい、おーおー、いきなり色違いですね。これは通常のデスマスの色違いです。よってまだこの動画終わりません。あのガラルのデスマスの色違いが出た瞬間ちょっとこの動画終わるんで、尺稼ぎの意味でもね、ガラルのデスマスさんの色違いにはちょっとまだ出ないでほしいですね。では次いきます。てい、てい、わー、はいはいはい、いいよ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 、空気読んでるよ、はい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 、てい、あーいいよいいよ、空気読んでるよ、 YouTube 的にすごい空気読んでるよ。前回のやれユータと投げつけ猿はですね、投げつけ猿の色違いもうここで出てしまってね、もう即終わってしまいましたからね。ではまずこれからいきましょう。これは通常の、あ、これこっちガラルか、こっちガラル、危ねえ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 危ない、こっちがガラルの方だった。これはちょっと油断した。これはちょっとまだ出ないでほしい、まだ出ないでほしい、ちょっとできて、ガラルはちょっと後回し、ガラルは後回しです。ガラルのデスマスが出た瞬間ちょっと動画終わるんだよ。あの動画終わります。僕画面から消えちゃうんで画面からちょっと消えないようにちょっとしたいんで、はいはい、あー、はいはいはい、なんか通常デスマスなんか色違いパラダイスになってますね。そして3つ目は、あー、 OKOKOK です、 OK です。ではガラルいきますか。まだ色違い出るなよ、出たら終わるからな。あー、いいよ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 、まだ出てはいけない、君はまだ色違い出てはいけない、100を伸ばさなければいけません、この動画の。はい、え、まあさすがにあれで動画が終わったらね、ちょっといろいろ話にならないんで、ちょっと今から尺稼ぎしていきたいと思います。とりあえず有料のリサーチですね、あの15連 ×2 ですか、あれを完了するまではちょっとカメラ回していきたいと思いますが、もうすでにね色違いは出てしまっていると、最大の見せ場をねもう迎えてしまったので、ここからはあの僕のどうでもいい話で、ちょっとね繋がなければいけません。ちょっと僕の YouTuber としてのトークスキルが問われるところでございます。それでねちょっとね皆さんをね飽きさせないようにしていかなければいけません。これがね意外とね難しい。とりあえずリサーチを片っ端からクリアしていきます。これで色違いが出る可能性もあるなって思うって言おうとしたら、色違いがもう出て、ちょっと落ち着け俺、落ち着け俺。ご存知の方も多いとは思うんですが、小川町ですね、公式のポケストップ、地球の歩き方のポケストップができました。いやー、まさか小川町にできるとは思いませんでした。まあこちらのねルートを歩く動画も、まあ、撮っていきたいと考えておりますが、ギフトを3個送る、これスポンサー扱いなんですね、このポケストップね。さっきから3回強化するがすごい多くてめちゃめちゃうざいです。みんながみんなね、あのそんなポケモン強化したいわけがないんやで、ナイアンティック。強化っていうのは必要な時に必要なポケモンを強化する
時に行いたいもんやで、強制するもんやないんやで、ナイアンティックさん。ナイアンティックは強化させるの大好きなんですね。これはちょっとお披露目用意になるんじゃないか。デスマス XXL ということでお披露目エントリーしたら余裕で1位でした。1040ポイント、1041ポイント、なんか表記おかしくなってますけども、他の人が今のところ800何ポイントとかなんで、いやこれはひょっとしたら1位取れるんじゃないですかね。もう最後強化タスクは無視しました。もうそれ以外のタスクをやることにしました。そして雨が降ってきた。ちょっとスマホ画面が濡れている。ちょっとね、画面だと分かりづらいだと思うんですけども、ちょっと今本格的に雨が降ってきております。ではこれで15回ですね、フィールドリサーチ完了しましたので、バン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 開けて終了したいと思います。最終的に色違いはどれぐらい出るのでしょうか。まずノーシャイニーで、ちょ通常のやつからいこうか。通常の柄デスマスってなんだよ。通常のデスマスからいきます。ちょっと雨が降ってきて、雨がどんどん強くなってきてね、ちょっとメンタルびらされております。おー、色違い。今日は通常のデスマスの色違いが結構出ている感じですね。色違い確率は10分の1のはず、それを引けるかどうかの勝負でございます。まあ言うてももう色違い出てるんで、もう勝負は終わってるんですけど、さあ雨がどんどん強くなっていく。今日雨予報だったんですよね。ちょうどこの14時過ぎたぐらいかな、雨の予報が来てて、まあなんとかね、早く色違いを出して早く撮影も終えて逃げ切れるかなとは思っていたんですけども、逃げ切れませんでした。普通に今がっつり雨が降っております。最近気候はおかしいですよね。今日蒸し暑いんですよ、めっちゃ。最高気温も30度ぐらいいってて、半袖ですからね。今もう10月の後半に入ろうとしている段階でまだ半袖で済んでしまうっていう、すごい蒸し暑くて今めっちゃ汗かいてるんですよね。いやもうなんか最近気候がいろいろおかしいです。では最後にガナルのデスマスですね、開けていきたいと思います。この色違いまだ1匹しかゲットできていないので、できればここちょっともう1匹ぐらい出したいですね。さあどんどん雨が強くなっている。最終的にはこれちょっとボールが投げられない事態になっていく。雨に関してはね、アプリ落ちるし、もうナイアンティックさん、もうびしょ濡れですよ。もう今もうラストでございます。果たしてもう1匹色違いは出るのでしょうか。あー、そんな甘くありませんでした。最終結果は47連やって、ガナルのデスマス1体だけでした。いやでもこの1体に救われましたね。この雨の中はね、色違い出てなかったらね、もうやんなきゃいけないっていう状態でしたから、いやこれ出てよかったです。本当にフレンドさんありがとうございます。もう有料チケットがなかったらこれは無理だった。もうこの雨の中やる気にはさすがになれなかった。いや本当に感謝です。そして通常のデスマスがフィーバーして4体、まあ、計5体と、まあ、47連で色違い5体、確率10分の1なんで、まあほぼほぼ確率通りという結果でございました。皆様は本日のこのリサーチでいかがでしたでしょうか。雨の中やられたという方もいたのではないでしょうか。本当にお疲れ様です。もしよろしければコメントいただければと思います。そしてまだチャンネル登録されてない方はぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価ないとよろしくお願いいたします。もうパパと入ってパパと編集して動画を上げたいと思います。皆様のこの動画再生だったりね、まあコメントだったり高評価が励みになりますので、今後ともないとよろしくお願いいたします。ではもう雨がやばいんで帰りたいと思います。また次の動画でアディオス。